本田宗一郎名言。金を稼ぐよりも時間を稼げ。ねえねえ、マリサ、オートバイのような車があるって聞いたんだけど知ってる？何だったかな？なんだいきなり、オートバイのような車って？またがって乗る車か？スーパーセブンのことか？いやいや、スーパーセブンじゃなくって、メーターが二輪のレーサーレプリカみたいな形でレッドゾーンは8500回転から、オートバイみたいに高回転までビンビン回るエンジンの車。高回転までビンビン回る？そう、高回転までビンビンって、ビンビンって最高のビートを奏でる車。それだ、ビートだろ。そうそう、ビートだわ。ビートあと ABC がどうのとか書いてあったわ。平成 ABC トリオのことだな、懐かしいな。今からもう30年も前になるのか、いい時代だった。どうした急に？車の歴史っていう本読んでて見つけたの、解説をお願い。1991年から92年にかけて3台の超個性的なツーシーター軽自動車が発売された。その3台の頭文字を取って ABC トリオと名付けられたんだ。今じゃ考えられない話だ。自動車好きにとってはいい時代だったな。A は92年に発売されたマツダオートザム AZ1、 B は91年に発売されたホンダビート、 C は91年に発売されたスズキカプチーノ。3台の頭文字を取って平成 ABC トリオだ。ツーシーター専用ボディの軽スポーツが2年間の間に3メーカーから3台も発売されたなんてすごいわね。バブルは弾けていたが、企画開発していた時期はちょうどバブル絶頂期。90年のこの頃はまだ企業はあまりダメージを受けてなかった時期。深刻化するのは93年頃だな。どの車を解説しようか。エンジンが高回転まで気持ちよく回り、車を操る楽しさが体感でき、黄色のボディに黒いホロが目を引くホンダビート、これの解説をよろしく。了解。今回はミッドシップ2シーターオープンのホンダビートをゆっくり解説していきます。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。ホンダビートが発売されたのは NSX が発売された翌年1991年5月。量産車世界初となるミッドシップフルオープンモノコックボディを採用した2シーターオープンボディの軽4スポーツカーとして登場する。社名のビートの由来は英語で強いリズム心臓の鼓動の意味。ホンダにはもう1台ビートがあったわね。83年に発売したスクーター、足踏み式のサブチャンバー開閉機構がユニークだったわ。当時最強の 7.2 馬力。なんでこのビートを知ってて車のビートを知らないんだ。変わってるね。よく言われるわ。本格スポーツカー NSX を発売した次の年に隠し玉として今度は K4 オープンミッドシップを出してくるところが当時イケイケのホンダらしいわね。ホンダは1963年に T360 で四輪に進出して以降、74年に商用車のアクテを除いて一度 K4 市場から撤退していた時期があった。どうして好調だった K4 市場から撤退しちゃったの？72年に発売した初代シビックが CVCC を搭載し世界中で大ヒットした。当時ほぼ K4 メーカーだったホンダは薄利多売の K4 では将来自動車メーカーとしては生き残れないと判断する。しかし、その頃のホンダの経営状態ではシビックと K4 の両方は無理と判断し、二者択一で K4 市場から撤退した。そしてその後自動車メーカーとして素晴らしい発展を遂げ、1985年11年ぶりにプレイを発売し K4 市場に復活を遂げた。11年ぶりの K4 がこの形、ホンダ最高。K4 復帰5年後でミッドシップオープン2シーターのビートを出しちゃうところがいかにも当時のホンダらしいわね。この頃の世間をあっと驚かすホンダに戻ってくださいよ、三部社長。残念だが無理だろ。2015年に発売された後継車の S660 と比較するものどうかと思うけど、90年代のあっさりとしたデザインもいいよね。いいよ、とっても素敵だ。開発のきっかけはホンダ技研の中にある10年先のモデルを考えるコンセプトチーム、通称 R 部門が K ミッドシップの遊び車を立案。それがレース大好き、K4 大好き、当時、ホンダ技術研究所川本社長の血の4代目社長の目に留まり。面白そうだな。俺に LPL 開発責任者をやらせろ、一つくらい失敗しても構わない、やらせろ、この車で金儲けはせんでいい、俺にやらせろ。と、社長自らノリノリでゴーサインが出された。さすがに LPL は飯塚氏となるが、飯塚氏もノリノリだった。企画書も後回しで早速開発に取り掛かったらしい。開発スタッフは若手中心で集め、平均年齢は 28.6歳。今のホンダに欠けているのがこのノリだわ。会社が超儲かってた時期ってこともあったけど、他がしない新しいことにチャレンジする失敗作もあったけど、今みたいに生産中止ばかりして、数打たなきゃヒット作も出ないわよ。88年頃はアメリカでの現地生産も軌道に乗り、国内も好調だった頃よ。社長の失敗しても構わないは心強いわね。もちろん失敗はできないけどチャレンジができるもん。80年代後半、世間は女子受けするハイソカーブームで免許取り立ての若者も大排気量のオートマ車を乗り回していた。そんな若者たちに車を操る楽しさを知ってほしい、このアンチテーゼが始まりだった。当時普通の枠にとらわれない車を作るのが得意だったのがホンダ。車を操る楽しさ、ミッドシップ2シーターオープンカーとコンセプトは進んでいく。660cc マイクロミッドシップとはいえ、ホンダが作るのだから本格的なマシンを目指し、 NSX のノウハウはいただくが、K4 の枠組みの中での開発は困難を極めた。何せ小さいから。
K4 ミッドシップオープンと聞くとシートを2つ取っ払いプレイのエンジンを背中に持ってきて屋根を切ったら出来上がりと思っているけど、それをやってみると大変なことだったのよね。最大の問題はスペース。全長3295全幅1395全高1175ホイールベース2280。この小さなサイズで走る曲がる止まるの走りのミッドシップカーを作らないといけない。もちろん安全性、経済性も無視できない。現在の規格サイズより一世代前の規格だから一回り小さい。ホイールベース2280って初代 MR2 が2320だから40ミリしか変わらないんだ。ドライバーファースト、K4 とはいえ走りを優先するミッドシップスポーツなのでキャビンはタイトだがシートスライドを十分に取りペダル配置を含めスポーツドライビング最優先で考え窮屈感はない。センターコンソールを助手席側に 25mm オフセットさせ運転席を広くしている。エンジンは元はプレイのエンジンの有用だがレスポンス優先でエアクリーナー、マフラーを通常よりも大型化し高回転型に。バッテリーは小型サイズを世界最小のトランクの右端に。航続距離を340km に設定しガソリンタンクは24リットルサイズでコンパクト化。サイズの次の問題は重量。FF の場合隔壁はダッシュボード1枚でいいがミッドシップは隔壁が前のダッシュボードと後ろのバルクヘッドの2枚必要。しかもオープンカーなのでボディ補強でプレイと比較すると 70km も重くなった。ビートの車重は 760km。70km って車重の約 10%。パワーが限られている K4 では辛いわねけれどホンダはオープンカーにこだわったのね。大正解だわ。さらにエンジンは後ろだがラジエーターは冷却のためフロントに設置するとホースが長くなる。長くなるとエアカミが発生しやすくなりと、見かけ以上にミッドシップは大変だった。ホンダはもともとは2輪から始まり K4 から4輪に進出したメーカー。市販されることはなかったが S360 を発表。その後もステップ版 Z 版モスホンダなど個性的でユニークなデザインも多く研究所ではミッドシップのアッキのパーツを使い2シーターの試作車を作った。それが川本ホンダ技研社長の目に留まるのね。デザインは公表されていないがピリンファリーナが行ったという説がある。飽きがこず長く愛されるデザインを目指し合言葉はミッキーマウスとつける。最初からミッドシップは確定しており難易度は高くなるがユーザーに楽しさと面白さの象徴としてのオープンカーを安価で提供することを目指した。サイドビューは低い位置のヘッドライトからリアフェンダーの大型エアインテークまでを一直線でつなぎ、前下がりのフェンダーアーチでウェッジシェイプを強調したデザイン。A ピラーとホローブラックとしながれるようなボディを強調している。フロント13インチ、リア14インチの異形サイズのホイールと上下に幅広のリアバンパーも前下がりを強調しているわね。ボンネットの開閉ラインとヘッドライトはサイドまで回り込み低くワイド感を出している。上下に幅広のバンパーはエンジン冷却用スリットが左右で4本入り以下にもミッドシップなリアビュー。それ以外はフロントに比べオーソドックスで丸く小さなバックランプが見る角度によっては目玉に見えて愛嬌あるデザインね。ボンネットにはスペアタイヤが入るだけ、リアトランクは世界最小サイズしかも右端には小さいサイズながらバッテリーが収まり空きは3分の2だけ当時は6連装 CD チェンジャーをつけると空きは3分の1だけになった。商談時にトランク小さいねと言ったお客さんには、この車を販売しなくていいと反則マニュアルに書いてあるって噂があるんだけど、そこまでは冗談だがこの車の価値が理解できない方にはご辞退してもらえつて意味だろう。ボンネットは逆アリゲーター式で開閉するスーパーカー世代には刺さるのよね。思わず覗き込みたくなるぞ。ホロは手動式で一人で簡単に開閉可能。リアウィンドウは残念ながらガラスではなく塩化ビニール製でファスナーにより開閉、着脱が可能。ユーノスロードスターを参考にしたらしい。電動式もいいけどシャッターみたいにガラガラ手で開ける手動式の手間が楽しいわね。って変態かな？同感、わかるぞ。アンテナは手で取り外すロッドアンテナ。インテリアは見られることも多いオープンカーだからこそこだわりのあるデザイン。タイトではあるが窮屈感はなく一体感がありドライバーをその気にさせる。全体をブラックとグレーのツートーンカラーとしフロントから傾斜したコンソールは後部まで伸びスポーティーな雰囲気。ハンドルは小径の直径 360mm、軽自動車初となる SRS エアバッグ付き4本スポークとエアバッグなしの3本スポークの2種類。パワステの設定はなし、横方向からの衝撃対策として左右ドアの内側にドアビームを内蔵し安全性をアップ。デザインから言えば断然3本スポークがかっこいいけどフロントノーズの短さを考えたら、万が一を考え私ならエアバッグを選ぶわ。スカイサウンドシステムと呼ばれる車速に応じて音量を自動調整できるオーディオは専用設計。スピーカーは左右ドアとフロントスピーカーはダッシュボード上にと、搭載位置には苦労する。ミッションは AT の設定はなく、5速マニュアルのみ、そのミッションのストロークにはこだわり、40mm で手首のスナップだけで刻々と気持ちよく入る。インテリアで一番目を引くのはゼブラパターンで難燃性、撥水処理を施したバケットシート、イメージはサバンナのメッセージがゴールドコーストに届く時らしい。オープンカーでウィンドウの開閉が多いためパワーウィンドウを標準装備。イメージの意味は理解できないけど走りを意識した黒一色のスパルタンなシートよりイエローのボディカラーにゼブラパターンのシートがホンダが表現したいビートのイメージなのね。
走りが楽しい車とは人と車が一体となり走る曲がる止まるが高次元でドライバーの意思とリンクする車。そのためにビートは最初からミッドシップレイアウトを採用する。どうしてミッドシップは運動性がいいの？車の中で一番の重要物はエンジン。そのエンジンを車の中心に置くことで運動性が上がる。だから F1 などのレーシングカーが速く走るためにミッドシップを採用している。その反面、人や荷物が乗せれないなど実用性はない。重心高は440mm と低重心、前後重量配分は前43対後ろ57。それを実現したのがミッドシップフルモノコックボディ。一番重要なのはパワーのあるエンジンではなく強靭なボディ剛性。これは走り以外にも万が一の時搭乗員の命を守ってくれるからだ。とはいえ闇雲に剛性アップだと補強を入れたり部材を太くすると重量が増えてしまい運動性が低くなる。そこでコンピューターを駆使しフロアトンネルをボックス化。サイドシルは二重化し横方向に8本のクロスメンバーを配し軽量光合成のモノコックを開発する。車重は760キロ。背中から聞こえるエンジンサウンドはミッドシップ最大の醍醐味よね。エンジンは横置きで助手席の後ろに搭載している。エンジンサウンドや振動の好みは個人差があるので非常に気を使ったポイント。それと熱の遮断も重要事項で改善策としてバルクヘッドを二重構造として対処。エンジンアップデイに搭載されていた SOHC3 気筒12バルブの E7A48 馬力がベースだが 95% 専用設計。AZ1 カプチーノがターボ付き64馬力に対してビートの E07A エンジンはノンターボで64馬力を発生する。ノンターボで VTEC ではもちろんなく DOHC でもないのに64馬力はホンダ F1 テクノロジーさすがエンジン屋のホンダね。けどどうしてノンターボだったの？ F1 ででも88年の MP44 は16戦15勝してターボのホンダの時期もあったじゃない。ホンダはビートに対して絶対的な速さよりもスポーツカーらしいレスポンスがよく高回転まで回して操る楽しさに重点を置く。スペックは64馬力8100回転、トルク 6.1kg 7000回転と高回転型エンジン。ポイントは各気筒にスロットルを配した3連スロットルと M トレックと呼ばれる抵抗アクセル解除時に燃料マップを切り替え二重で燃料マップを制御して低速から高速までパワーを出すシステム。に加え圧縮比重、給排気バルブ計拡大、バル体作動角を広げ、リフト量を増やす。抵抗を減らすためエアークリーナーボックスを大型化、ステンレス製液マニとサイレンサーは排気抵抗を極力下げるため大型 8.6 リッターサイズとしエグゾーストの音は低音の乾いたサウンドを再現する。足回りも限られたスペースの中で非常に凝った作りとなっている、フロントストラットコイル、リア新設計デュアルリンクストラットコイル、リアのホンダ車初となるデュアルリンクストラットは駆動力の変化に対しダブルウィッシュボーン並みの性能を誇る。タイヤは直進性、旋回性の向上のため前後異形タイヤを採用。フロントに比べリアのグリップ力を上げるためフロント13インチ155特号、リア14インチ16560。ブレーキも強化され K4 初となる4輪ディスクブレーキで光合成でリニアリティの高いブレーキフィールを実現。そして96年12月で販売終了となる。生産台数は約5年の間で3万4000台そして2015年19年ぶりに S660 が誕生する。最後に中古車情報サイトでビートを検索してみると約150台ヒット2023年3月現在。思っていたより玉数は多いです。修復歴なしが約100台、価格は上は280万円から下は約50万円。中心価格帯は約150万円前後。昨今の90年代国産スポーツカーの高騰ぶりに比べるともともと新車価格が約150万円なのと玉数が多いので比較的良心的な価格かなと思います。古い中古車のトラブルで多いのがターボのトラブルしかしビートはノンターボなのでその点は安心、ホロは心配ですが。財布にも優しく今の車では決して味わえない感覚。転倒しないオートバイとして個人専用で通勤快速として乗ってみるのも面白いかと思います。興味のある方はぜひ覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。